皆さんこんにちは、ベストでございます。猫姉妹が統一を目指す三国志で46回目やってまいりたいと思います。では、再編成をちょっとロシュクさんで組みましょうか。曹操さんが14国に逃げなければっていうちょっと条件はついちゃうけどね。で、褒美か。開発でもやっとこうか。はい、はい、で忘れてたのが、任命で孔明さんもね連れてきたいけどね、荘園さんに、よいしょ、まあ、軍事系は上昇さん残すんで、これでいいか。で、関羽さん、ね、五個将軍のもう4人おるんで、あ、ただ、皇女さん、亡くなっちゃうんだっけ。なんか、そんな気がしてる。
サンゴランさんは残すんで、前奏さんもね。で、この4人を移動しよう。13、14、15、16と、コチュさん。まあ文官はあれとして、このシャジさんとソユさんを移動しちゃおうと、上位に。
直したね、完全に。まあそうそうやわね。あら、芝居さん消えてるやん。どっか移動したな。まあ、そうか、誰もあれになってないのか。っていうことは2部隊ぐらいで、チョコさんとチョコさんぐらいで行かせればいいのかな。軍艦2人しかおらねえね、今気づいたけど。超あのメンツが来ちゃうんですよね。4000ぐらいか。2部隊いっちゃおうか。そしたら
かな。はい。そうか、まともな文官がいないのよね。あ、まだメンツいっぱいおるね。あ、ダメやね。訓練。朝廷からか。ほい。約束早々討ち、朕の苦しみを除いてくれと。いいことですね。はい、では、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。